皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。モンスト系 YouTuber、 モンスターストライク、いやミクシーか。ぎこちゃんがモンストってゲームを始めて B4 という4人組になりました。ターザン・ババゾの率いるモンストうまい4人組、ターザン・ババゾのリーダーコッサリ&シュンタソ、そしてぎこちゃん、この4人 M4 と戦ったりいろいろしてきまして、でそのうちに S 島さんが M4 を辞めることになり、その代わりにぎこちゃんが加入するという形になりましたね。2年ぐらいかな、3年ぐらいかな、 M4 をやらさせていただいて、でもう本当に自己都合なんだけど、自己都合で身勝手の極意でね、やめて M4 を、まあモンストの公式 YouTuber って言われるものはないけど、まあある意味みんなと一緒で、視聴者さんのみんなと一緒で、モンストを一人の一ユーザーとして楽しむ立場に帰ったというか、原点に回帰したというか、はたまたモンストのイベントが昔から好きだったから、モンフェスもね並んでましたからね、ぎこちゃん何回も言ってますけど、っていうぐらいモンストのイベントも好きだったから、改めてねモンストのイベントに一ユーザーとして参加することもできるようになったし、まあいろいろと伸び伸びとやらさせていただいている中で、やっぱりいろんなお声いただきまして、 M4 クビになったとかね、金で M4 になったとかね、まあまあまあ俺もそう思う部分はある。まあでも答えとしてはやっぱり自己都合で、俺が勝手に辞めたから、もうミクシーさんとは二度と会うことないんだろうなと個人的に思っていたんだけど、先日の10周年特別企画で歴代 M4 全員集結ということで、そちらの方にね呼ばれまして、まあいろいろとのらりくらりと喋ったわけですけど、いや楽しかったっすね、久々に。でだ、でいろんなチャンネルでこの動画出てると思うんだけど、似たようなやつね。今回正直ね、これミクシーできんかなと思ってたんだけど、できんじゃなかったんで、ありがたいなと思った。それは正直公式に返り咲きたいかっつったら返り咲きたくはないんだけど、でもその門を広げてくれてること、ありがたいなと思った。はい、そんなわけで今回モンスト系 YouTuber で集まって特別企画をやりました。この企画は別に公式とかじゃなくて、いわゆるモンスト系 YouTuber って言われるみんなで集まってやることなんで非公式なんですけど、何かというと渋谷の特大モニターに10周年の動画、10周年の何の動画かっていうのを見ていただきたいんですけど、10周年の動画、我々で撮影した10周年動画を流すことになりました。多分この動画と同時にファミ通のチャンネルとペンペン、あとケイドラ君、あとシロさんかな、少なくともこのチャンネルでも同じような動画がアップされてると思うんだけど、渋谷の特大モニターってどこやねんって話なんだけど、渋谷駅ハチ公前出口、渋谷109フォーラムビジョンらしいよ。モニター上部にマグネットっていう看板文字があるモニターだって、はい、で早速なんだけど、明日10月10日から10月の12日まで毎日何回も流れるみたいなので、お仕事だったりとか遊びだったりとか渋谷に行く予定のある方はぜひチェックしていただけたら嬉しいです。モンストは引き続き一ユーザーとして楽しんでいければなと考えてますので、みんなと一緒にこれからも楽しんでいこうと思います。はい、ぐらいかな、ぜひお楽しみに。以上ぎこちゃんでした。バイバイ。